はいはい、こんにちは、松田修造のこれ知ってますなんですけどね、まあ、この前夫婦喧嘩の話とかもちょっとしたりしたんですけど、これにこう、食いつき方がございましてね、その方にも言いたいなと思って、これやっぱりお前が一番だと妻に惚れ直す瞬間の9パターンっていうのがあるそうなんですよ。これね、男性から、まあ男性が思ったことですよ。妻を惚れ直すね、まず一つ目、あえて外で待ち合わせるなどして、まあ、恋人気分をねするね、仕事が終わるからじゃあどこどこで待ち合わせしようかとかいう。とか2、ご無沙汰だったのお出かけ前のキス不意にされるね、これはいいですね。そして3位、ロングヘアをショートするとかね、イメチェン測るやつですね。それから、まあ、男性が仕事を大きな仕事を置いた時、好物ばかりの夕食が用意される、これいいですね。好物ばっかりの夕食の時はたまりません、これ、うん、これは、落ち込む様子を見て寝折り羽織聞かずに気持ちを察してくれた時とかね。それから、夫の両親の体調不良を自分の親のことで心配してくれた時ね。もう男性が夫が妻を掘り直すパターン時ですよ。そしてから、健康診断で悪い結果出た時に必死で情報収集してくれてるとかね。それから、まあ、疲れていても笑顔を絶やさず家事育児取り込んでいる時とかね。それから、それからこれもいいですね、COVID時代にプレゼントしたものを今も宝物として扱っているのを知った時とかね。これが妻に惚れ直す瞬間の9パターンらしいですけどね、いいですね。これ知ってます、なんかちょっと僕は恥ずかしかったけど、これ知ってますでした。どうもありがとうございました。